響橋からね、白衛観音を見てまいりました。また現在地ここです。今度はそうだな、まあいろんなとこ行ってもあれなんで、まあ温室休憩室、ここを目指していきましょうか。まあこれね、植物園だよりなんですけど、まあ今日はね、まあ9月の、まあ、27日水曜日、まあ予定は何も入ってませんね。こちらにはね、まあちょっとタデアイとコブナグサがあります。タデアイは日本で古くから染色に使われてきた植物の一つです。葉から生したスクモを、まあ、亀に入れて発酵させ、濃淡様々な青色を染めることができます。夏の葉を刈り取って染める、まあ、生葉染め、絹のみは家庭でも手軽に楽しめます。ああ、絹をね、まあ、染めるときにね、まあ、夏の葉ですよ。コブナグサ、八丈島で売られる黄八丈の黄色を染める植物です。八丈カリヤスとも呼ばれ、アルミ焙煎で黄色、まあ、鉄焙煎でオリーブ色を染めることができます。まあ、金属でね、まあ、触媒っていうのかな、それで色がまた微妙に変わるんですね。まあそういったようなね、知識はね、まあそちらの染色工芸館、まあ何らかのね、まあ入場料を払えば中に入れてもらえますから。じゃあ休憩室ちょっと、まあ温室行ってみましょうか。こちらはね、梅ですよ。古くから梅染め、赤梅、黒梅と言われ、染色に用いられてきた。陶器に切った木を保存しておく。細かく刻んだ柑材や太い枝を煮出し、赤カバ色、飛び色、梅根津色を染める。ああ、幹なんですね。なるほど。まあ、焙煎量によってね、まあ、微妙に色が変わります。まあ、こういった梅の木ですよ。じゃあもう少しだとそうですよ。頑張りましょう。はい、このパネルのね、後ろの道を下っていくとね、まあ温室と休憩室があります。まあその前にちょっと読んじゃいますか。染料植物の道。日本の染色文化は糸を紡ぎ、布を織り、衣服にして色を染めることから始まり、やがて大陸文化の影響、その後の染色技術の向上によって、染料植物による美しい素晴らしい染色が育まれてきました。その染料の歴史を染料植物の道で綴ってみました。この道を歩きながら、それぞれの時代に思いに染めに用いられてきた植物や、染色の仕方などを通して表された彩りや服装の移ろいを知ることができるでしょう。まあ、飛鳥奈良の道のね、入り口になってますかね。日本の織は縄文時代後期、また染めは弥生時代に始まったと言われています。古墳時代には蚕を飼うようになり、剣舞や多彩な染色品が生まれ、飛鳥時代になると大陸から優れた染色技術が渡来し、高度な染色品が作られるようになりました。とりわけ役人の官位を色で表し、官位制度、まあ、官位12回かな、の制定は染色の発達を促し、法隆寺や正倉院などに残されている染色品は、今日に至っても素晴らしい色彩を見せてくれます。この道では、古事記、日本書紀、不動記、正倉院文書、衣服料に表されている染料植物を観察することができます。
まあ、向こうの白いものはいいでしょう。まあ、写真で補足しようかな。サルスベリだそうです。中国南部の原産で江戸時代に渡来した。染色に用いられたのは近年である。9月から10月の使用に出し、まあ、黄茶色、黒ずね色などを染め、何回も染める。重ねた黒は美しい。まあ、黒色を重ねると、まあ、いいみたいですよ。まあ、サルスベリ。まあ、幹の部分がね、ツルツルしてて、まあ、猿も登れようとすると滑るからサルスベリなんて。まあ、面白いネーミングですね。まあ、こういった木ですよ。どうにか温室休憩室までやってこれましたよ。まあ、こんな場所です。ああ、まあ、軽食や喫茶コーナーは土日祝日のみの営業です。なるほど。ああ、すごい。まあ、こんな感じの場所。はい、こちらの階段をね、まあ、下ってきました。まあ、ここにはね、まあ、温室園の入り口がございます。まあ、案内図があってね、まあ、どんな感じになっているか。里、草花、まあ、水辺、山。まあ、そのようなね、まあ、ありますから。はい、失礼します。うん。そう。まあ、温度的にはそんなに暑くはありません。まあ、25度ぐらいかな。そうだな。まあ、ぐるっと左回りにしようかな。こういった感じ。本当熱帯に行くとこんな感じが生えてそうですね。すごい。これまとまっとかないと大変だよね。あ、タコの木って言うんだね。まあ、タコの足みたいなんだね。まあ、こちら水辺かな。まあ、一般的な植物はね、こうやって水に浸かってるとね、まあ、根腐れを起こしちゃうんですけど、まあ、水辺の植物は大丈夫なんだね。おほー、これもよく見かけますね。あ、これがマングローブなんですね。あ、種子がね、まあ、突き刺さって、まあ、それで増えていくみたいな。まあ、これですね。でっかくなるね。まあ、きっとね、ここ居心地がいいんだと思いますよ。まあ、生地か虫とかいないからね。はい。マングローブの後は、
まあ、これコーヒーの木だそうです。アフリカだね。実は赤熟すると観葉植物としても栽培。はい、クロトン。あ、この植物もよく見かけますね。まあよくっていうか、こういった植物園ではね。紅ひもの木です。東大草科。赤く長い花穂が、まあ、ひも状をして垂れ下がった東大草科アカリファ属の常緑低木。原産地は西インド諸島です。へえ、紅ひもの木っていうんだね。タマリンド。まあ染料にもね、まあ、使えるようですよ。タマリンドです。紅の木。あ、こっち側もあるね。あ、またコーヒーの木出てきた。熱帯で広く利用さ栽培される常緑低木、まあ、その種子をコーヒー豆と称し煎って飲用する。飲用したカスも利用できるが、まあ、緑葉を用いる方がコーヒー色が染まる。近年観葉植物として鉢植えなどにされている。まあ、確かにどれもコーヒー色ですね。なるほどね。でも意外と、まあ、葉っぱを用いた方がコーヒー色になるっていうのは不思議ですね。コーヒーの木。ヤシ、ビンロウジュ。モタマナ。あ、タンニンが多いんだね。クロット。はい、じゃあね、まあ、こんな感じで、まあ、ざっと見てただけなんですけど、はい、このような、まあ、温室がございます。まあ、皆さんもね、まあ、一度いらしてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。